1920年、アメリカ合衆国大統領選挙は、第一次世界大戦の後始末と民主党、現職大統領のウッドロー・ウィルソンに対する敵対的反応が中心となった。戦時の攻撃は崩壊していた。政治家たちは、休戦条約と国際連盟にアメリカが加入すべきかについて議論していた。海外では戦争や革命が起こっていた。 国内では1919 19年に食肉加工業や鉄工業で大きなストライキが起こり、シカゴなどの都市で大規模な人種暴動が起こっていた。テロリストによるウォール街の攻撃で過激派やテロに対する恐怖が生まれた。現職大統領のウィルソンは次第に不人気となり、病心でもあったのでもはや彼のために弁護することはできなかった。経済は不況に入り、 大衆は戦争と改革に疲れ、アイルランド系カトリック教徒とドイツ人の社会は、ウィルソンの政策に憤慨し、ウィルソンが国際連盟成立を推進したことも、孤立主義の反応を生んだ。元大統領のセオドアルーズベルトは、共和党の有力な大統領候補だったが、1918年に、健康が悪化し、1919年1月に死んだ。 その改革路線の明白な後継者はいなかった。二大政党は共に選挙人の数が多い、オハイオ州からダークホースの候補者を選んだ。民主党は新聞発行者で知事のジェームズ・コックスを共和党の上院議員オレン・ハーディングの対抗馬として指名した。ハーディングはいつもに戻ろうをスローガンに実質的にウィルソンに対する攻撃で選挙戦を行い、 4対1に近い地滑り的大差でコックスを破った。これは一般投票の得票率でも60.3%対34.1%と26.2ポイント差となり、1820年以降現在までの記録となる大差になっている。共和党の指名候補者1920年の共和党全国大会は6月8日からシカゴで開催された。 指名競争は予測のつかないものであり、間もなくレナード・ウッド将軍とイリノイ州知事、フランク・オー・ローデンの間で行き詰まりとなった。他にも候補に上がっていたのは、オハイオ州のウォレン・ハーディング、カリフォルニア州のハイラム・ジョンソン、ワシントン州のマイル・スポイン・デクスター、及び、マサチューセッツ州知事のカルビン・クーリッジ、カリフォルニア州のハーバート・フーバー、 コロンビア大学学長のニコラス・バトラー等であった。ウィスコンシン州のロバート m ・ m ラフォレット・シニアは正式な候補者リストに入っていなかったが、それでも同州の大議員が投票した。10回目の投票の調整後で、ハーディングが大統領候補に指名された。10回の投票の内訳は、可票の通りである。ハーディングの指名は、 ハーディングの政治秘書ハリー・エム・ドーワティによって採掘された支援に満ちた部屋での当ボスたちとの交渉で確保されたと言われた。ドーワティはハーディング当選した後に司法長官になった。ドーワティは集会の前に私はハーディング上院議員が1回目、2回目あるいは3回目の投票で選ばれるとは思わないが集会の金曜日の朝2時11分頃に15人から20人の 疲れ切った男たちがテーブルの周りに座っているとして誰かが誰を指名するだろうというだろうその決定的な瞬間にハーディングの友人がハーディングを示唆すれば結果がうまくついてくるものだと言ったと言われているドーアティの予言は実際に起こったことを言い当てているが歴史家のリチャード・シー・ベインとジュディス・ h パリスはドーアティの予言が集会での体験談に多くを 基づいていてると指摘した大統領候補の指名が決着すると、党のボスたちとハーディング上院議員は、大議員たちに向かって、ウィスコンシン州の上院議員アービン連ルートを、副大統領候補に推薦したが、大議員たちが反抗し、その年前半に、ボストン警官ストライキを処理して、人気の高かったクーリッチを指名した。副大統領候補の指名投票結果は、 火票の通りである。民主党の指名候補者、ウィリアム・マカドゥが最も有力な指名候補だったが、ウィルソンは行き詰まった集会がウィルソンに3期目を要求することになると期待して、マカドゥの指名を阻止した。サンフランシスコで開催された民主党全国大会では、オハイオ州の新聞発行者で知事のジェームズ・コックスを大統領候補に指名し、 38歳の海軍、時間補であり、大統領セオドア・ルーズベルトとは5代離れた、重帝であるフランクリン・ルーズベルトを、副大統領候補に指名した。集会初期の有力候補は、マカドゥート、司法長官アレクサンダー・エム・パーマーだった。他にもニューヨーク州知事のアル・スミスや、ニュージャージー州知事のエドワード・アイ・エドワーズ、元訴訟長官のジョン・ダブリュデイビスの名前が浮かんだ。 ウォレン・ハーディングの主たる選挙スローガンはいつもに戻ろうであり、進歩主義時代の社会的混乱の後で疲れ切っていたアメリカ大衆に訴えるものがあった。さらに、第一次世界大戦とベルサイユ条約は全く不人気であり、特にベルサイユ条約の調印を熱心に推進したウィルソンに対する反抗を生じさせた。民主党の選挙ポスターアイルランド系アメリカ人は、 民主党内に力を持っており、その敵であるイギリスと共に戦争に突入することに反対し、特に1916年のイースター放棄の激しい抑圧の後はひどかった。1917年、ウィルソンはイギリスにアイルランドの独立を認めるよう要,要求すると約束してこの問題を処理した。しかし、ベルサイユでは、 約束を破棄し、アイルランド系アメリカ人社会は、猛烈に、ウィルソンを非難した。ウィルソンは逆に、国際連盟を大衆が支持しないことについて、アイルランド系アメリカ人とドイツ系アメリカ人を、非難し、国際連盟に反対する、組織的な宣伝活動があり、及びその組織的な宣伝活動と全く同じ、情報源から交渉中の条約に対する反対が、 ある。そこからこの国のここかしこに国に対する不中の恐れを与えている。私は言いたい。私はたびたび言うことができないから、身の回りにハイフンを持つものは誰でも用意があるときは、いつもこの共和国の生命に突き刺すことのできる、探検を持っているということを、と言った。これに反応したアイルランド系アメリカ人の都市組織は選挙の間も、やる気が出ず、 共和党があらゆる主要大都市で前例のない、地滑り的勝利をつかむことを許した。多くのドイツ系アメリカ人の民主党員は、共和党に投票するか棄権し、中西部の田舎でも共和党に大勝利を得させた。選挙運動中のルーズベルトとコックス・あるジョルソンによる、ハーディング陣営支持を訴えるキャンペーンソング・ウィルソンは、国際連盟について、厳粛な国民投票を期待していたが、 それはならなかった。ハーディングは国際連盟については口をつぐみ、それによって強調するウィリアム・イーボラージョ上院議員と同様に相入れないものという姿勢を保った。コックスもこの問題は回避した。コックスはウィルソンの支援を求めてホワイトハウスに行き、明らかに国際連盟を支持したが民主党員の中でもその不人気さを見出して、 特に国際連盟の規定第10条、すなわちアメリカ合衆国が連盟の宣言する、いかなる戦争にも参戦を求められるという条項に保留をつけて連盟成立を望むといった。記者のブランドホイットロックが指摘するように連盟は政府周辺の重要な問題だが、選挙民にとってはさまつなことだった。 さらに選挙運動はこの問題に関わっていないとし、民衆は実際にハーディングやコックスがどのような考えを持っているか知らないし、ハーディングとコックスも同様である。偉大なのは民主主義だと述べた。ハーディングには黒人の血が混じっているという醜い噂が流布したが、これはハーディングの選挙運動を大きく傷つけることはなかった。コックスは集会。 鉄道駅での演説会及び正式な講演会など、目まぐるしい選挙運動を展開し、おそらく200万人の聴衆の前に現れた。ハーディングは1896年のウィリアム・マッキンリーの例に習い、玄関前演説会に頼った。オハイオ州マリオンの自宅には数千の有権者が訪れ、その前で演説を行った。 共和党の選挙対策委員長、ウィル・ヘイズはコックスが使った金の4倍近くにあたる810万ドルを追やした。ヘイズは主要な方法として全国的な広告を使った。その主題は、ハーディング自身のスローガン、アメリカを第一にだった。クーリエズ・マガジン1920年10月30日号の共和党広告は揺れて揺らいで対処しようと要求した。 この広告に表されたイメージは、アメリカ合衆国による、アメリカ合衆国の絶対的支配、独立は1776年と、同様な独立を意味する、この国は、アメリカ人のためにある。次の大統領は、我々の祖国のためにあるおよび、我々は随分前に、我々を支配する外国の政府に反抗すると決めた、というようなキャッチコピーを使い、民族主義的なものであった。 1920年11月2日の投票日に合わせ、ウェスティングハウス電気製造会社の副社長は、社内で無線の実験を行っていたフランク・コンラッドのチームに開票速報のラジオ放送を要請、放送用送信機の開発やスタジオ建設が行われた。当日は、東ピッツバーグにある会社の工場に特設された放送局機関では、 新聞社から届けられた数字を会社の広報部が読み上げ、次の情報が届く間にはレコードで音楽を鳴らし、真夜中過ぎまで放送を続けた。これは世界初の本格的な商業ラジオ放送であり、同時に初めての選挙開票速報である。ハーディングの地滑り的勝利は新南部を除くあらゆる地域で現れた。1916年にウィルソンと その平和を支持したアイルランド系アメリカ人とドイツ系アメリカ人有権者はこの時ウィルソンとベルサイユに反対する投票を行った。ドイツ語新聞はハーディングに投票することは戦時中にドイツ系アメリカ人が味わった迫害に対抗して投票することだと伝えた。主要ドイツ語新聞の中でコックスを支持したものはなかった。 ベルサイユでアイルランドを助けることを拒んだウィルソンに激しく怒ったアイルランド系アメリカ人は危険した。彼らがほとんどの大都市における民主党を支配していたので、このことが共和党に少数民族票を動員させ、ハーディングが大都市を席巻した。この選挙は1920年8月に成立したアメリカ合衆国憲法修正第19条に、 したがって、全州で女性が投票を認められた、最初の選挙だった。テネシー州がハーディングを選んだことは、レコンストラクションの集結以来、アメリカ連合国加盟の11州の中で、共和党候補を選んだ初めての機会となった。コックスが大敗したという事実にもかかわらず、その副大統領候補だったフランクリン・ルーズベルトは、その活動的で、 勢力的な選挙運動のために政治的な知名度が上がった。1928年、ルーズベルトはニューヨーク州知事となり、1932年には大統領に選ばれて、1945年のその島で権力の座に泊まり、最も長期間大統領を務めたものとなった。友人ブイデブスの刑務所からの選挙運動を描く、 フマインがアメリカ社会党の候補者友人 V デブスは、戦時の徴兵拒否を提唱した角で当時刑務所に入っていた事実にもかかわらず、一般選挙で913,664票を獲得した。デブスは後にハーディング大統領から恩赦を受けた。これはアメリカ社会党の候補者が受けた最大得票だったが、得票率は最大ではなかった。 農業労働者党のパーリーピークリステンセンは265,411票を獲得し、一方禁止党候補者アーロン・エス・ワトキンスは5位で189,339票となり、1884年以来の悪い結果になった。禁止法を始める修正第18条が前年に成立したばかりであり、単一問題政党は時代遅れになりつつあった。 接戦だった、ア青字は、民主党、赤字は、共和党が勝利したことを示す。数字は、得票率の差。得票率差1%未満、ケンタッキー州、0.44%得票率差5%未満、テネシー州、3.10%得票率差5%以上10%未満、オクラホマ州、5.50%。ありがとうございます。